はい、これなんて読むの？八女市ですか？八女市です。八女市、はい、それでは今度は八女市の福玉ラップ見てみましょう。どうぞ。いいね、いいな、声出てますね。かなりいいですよ。ここはやめ、あ、茶だ。お茶ですよ。やめといえば茶だ。いや、なんか同じようなあったんです。そうですか。お茶かぶりあるんですか。日本人としてのたしなみ、言わずもがない、やめ茶の国、玉露茶畑は日本一、うん、見渡すのどかな風景、全国でもやめ茶は有名、上を見上げりゃグッデイ、星の村での夜空は絶景、曇ってますね。島地区、白壁が続く建造物、いい街ですよね。レトロな南散策、土橋市場は超クラシック、引っ掛ける大吟醸、北屋の日本酒、あてはタケノコ、仏壇長州、和紙は伝統、語り尽くせる見どころ、匠の技がさえ渡る、ここはやめ、ここはやめ、吸い込む空気が新鮮な、ここはやめ、ここはやめ、匠の技がさえ渡る、ここはやめ、ここはやめ、吸い込む空気が新鮮な、ここはやめ、そうやね。いや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 、これもレベルが高いような気もしますが、あの FM やめパーソナリティ馬場さん、特技は民謡ということで、最初、ええ、発揮してましたね、民謡なんかお茶っていうと僕は勝手に静岡のイメージを持ってたんですけど、ええ、日本一なんですね、玉露茶畑が。そうです、玉露茶畑に限りますと日本一でありますね。八女茶というのは八女市とその周辺の地域で生産されているブランドのお茶になるんですけども、まあ、涼しくて、そして雨も多かったりで非常に栽培に適している場所ということで、あの歌われてたのは多分展望大茶園というところで、本当茶畑をこう一望できるような、そんな観光スポットにもなっている場所で、あの歌を披露いただいてましたね。星の村、美しい星空が見える場所、全国的に有名。はい、ああすごい、こんな景色が見られます。こんなに見える、こんなに見えますよ。はい、本当にここは福岡県内でも一番綺麗な場所かもしれないですね。タケノコもいっぱい取れるんだ。そうなんです、タケノコはもう本当に生産量日本一です。ラップとしてもね、あのここはやめ、ここはやめで全部やったんですけど、最後にここはやめ、そうやねで踏んでるんですね。おババさんにくいな。なんかこうラップしなさそうな人がやってる感じがやっぱいいんですよ、はい、なんかよく聞こう的になるし、なんかこう変にカッコつけないんで、ちゃんと情報を伝えようとしてくれる感じもあっていいんですよね、はい、歴史あふれる福島地区の街並みや伝統技法の数々、またタイムスリップしたかのような土橋市場など、八女市は歩いてみたくなるスポットがたくさん。皆さんもぜひ足を運んでみてください。Come on, please!